レインボー頼む。キモン。はい、どうも、よかち専門チャンネルです。今回はですね、よかちプニプニで、ホロライブコイン使ってガチャ回していき、はい、どうも、よかち専門チャンネルです。今回はですね、プニプニでホロライブコイン使ってガチャ回していきたいと思います。今回ね、2枚使おうかなと思っております。今日このコインやばくてさ、なんかね、必ず、ホロライブのキャラクターが出るいうことなんですね。やばすぎやんみたいな。今回ですね、まだイベントのガチャ回してへんから、もう俺得意やんみたいな、そんな感じでございます。で、そのホロライブコインの入手方法なんだけど、今のところですね、マリンちゃんを倒すとですね、入手できます。3回と、あと4回やったかな、この勝利ご褒美見てみると、勝利数3回でこのホロライブコインで、さらに4回倒すとホロライブコイン1枚で合計2枚でございますわ。で、今ちょうどですね、レベル4のマリンちゃんが登場しておりますんで、倒していきたいなと思っております。まず敵の HP どれぐらい？ 31,450。 結構強いね。ということで、パーティーですね、ちょっと特攻おらんのだけれども、強めのキャラ、強キャラ多めで、レッツラグー、フルパワー、元気ドリンク使っちゃうやん。1回でいける、どれぐらいいくかな。 3000×5、 15000、2万ぐらいは行ってほしいかなと思ってるんですけども、行きましょう。おはじきバトルということで、ワイはこちらのリモコン使いまーす。ってことで参りましょう。おはじき、ストライクシャウト。まずはですね、これ、リュウタくんですね。1回の攻撃でだいたい3000ぐらいか。はい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 。ミッションが発生したらね、結構ダメージ強いわけでございますわ。今回さ、ホロライブということやけど、そのうちなんか2時3時とか、そのね、他の VTuber とかもなんかもしかしたらね、コラボあるかもしれないですね。昔なんかウームのコラボあったりしたやん。ヒカキンさん、セイキンさん出たりとか。で、さらにプニプニやってるぜ。トーマさんだ、サトチンさんだとかね。そういうコラボもありましたよね。ちょいちょいこうね、YouTuber とのコラボもあったりするかな。そのうち、待ってます。僕も案件待って。専門プニとかできたら面白いけど、ちょっとそれはむずいか、個人ではむずいんですかねみたいなね。で、スザクさん行きまして、ダメージこのような感じ。1回じゃ無理かな。2回ぐらい簡単かんかな。で、こちらですね、福竜、女になって福竜ちゃんでございます。レベル4やっぱ強いな。3万、特攻ったら結構イージーかもしれないけど、これは2周戦とあかん。パーリン、でもこの間さ、みたらし団子誕生の場所に行ってきたんよ。なんかさ、久しぶりに京都行きたいなぁ思うて、京都の神社行きたいなぁいうことで、なんか下鴨神社っていうところ、下っていう感じに噛むで、下鴨神社行ったらさ、ちょうどそのみたらし祭っていうのを開催してたわけ。なんぞみたいな。みたらし祭ってなんぞみたいな。みたらし団子を食べれるお祭りかなみたいな感じで、行ってみたらですね、なんかさ、普通になんか有料なんよ。何やろうみたいな。有料のなんかお祭りなんやろみたいな感じで、一人なんか300円ぐらいかな払って入ってみた。なんかみたらし川っていうんかな、なんかこう、神聖な川があるから、それ見れんのかなということで行ってみたらさ、なんかこう幕でさ、囲われてるから見えへんわけ。中がどういう状態か。祭りの全貌が全くわからへんわけさ。こういう行ってみたら、中入ってみたら、みんな靴脱ぎ始めるわけ。で、さらに靴下脱ぎ始めるわけ。みんなね、ゾロ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 こう順番に行くんやけど、みんな裸足になるわけ。これで川に入っていくわけ。みたいな。聞いてへんで、みたいな。裸足になって川に入っていくなんて聞いてへんで、みたいなね。なんかその、みたらしってお手洗いっていう意味みたいなよ。なんかこう手を洗うじゃないけど、足を洗って清めるみたいな。そういうね、お祭りみたいでございますわ。で、その、みたらし祭の、その、やってるね、下鴨神社の中の、その、売ってるお団子っていうのが、みたらし団子いうことでございました。だからね、下鴨神社でみたらし団子誕生したんや、みたいなね、たまたま知りましたわ。そういうことやったんや、みたいな。みたらし団子のさ、そのみたらしっていう漢字もさ、全然知らんかったけど、お手洗いっていう意味な、みたいなね。こう神社から来ていたっていうね、名前の由来ね、知らんかったっすわ。ということでですね、2周で、マリンちゃん、撃破でございます。これでですね、ホロライブコインが入手できますわ。ダメージ1万2000円、here。
なんかね、ホロライブのキャラクターたちがなんかアイドル化しとるわけなんですよね。ライブイベントやってるんかしらみたいな感じですけど。で、ホロハートもゲッツだ。ではですね、ガーシャン回りましょうか。新コイン、ホロライブコインがこちらでございまーす。こうなんか水色のコインで再生ボタンみたいな。ホロライブのロゴなんかな、これね。ホロライブのロゴのコインということでしょうか。で、2枚ゲットしたんで、ガシャチェックシールを今言う。こちらですね、ホロライブコイン。ホロライブのキャラクターが出る特別なコイン。キャラクターが出るかもじゃないんよ。例えば、これとかやったら、三国志の妖怪の気配がするとかやんか。で、これに関しては、キャラクターが出るってもう確実に書かれてあるわけ。もうホロライブキャラ、ホロライブキャラ、以外は出ない。そういうことなんよね。やばすぎ？今までそんなあったかしらみたいな。結構特別よね。かなり気合い入れた感じでございました。もうね、コインがめちゃめちゃ増えてて、どこにホロライブコインがあるかわからんくなるわけですよね。もう過ぎたかな。こちらでございます。ホロライブコイン。まず今回のイベントの新キャラのね、トリプルゼータ、コロデさん、そしてペコラさんがね、ここラインナップしてるわけですわ。トリプルゼータもしかしたら出るかも。数自体がさ、少ないわけよ。トリプルゼータの次、ダブルゼータ3キャラおるでしょ。で、Z ランクもおるでしょ。ダブル S、S ランク。でもあれか、10連とかじゃなくて、1枚のコインでキャラクター1体だから、この S ランクとかが出る可能性もあるわけよね。ダブル S でも欲しいな。今持っているのが僕 S ランクしかないから、とにかくダブル S 以上が欲しいかな、みたいな、そんな感じでございます。ほな、行きまひょげい。だからあれか、S ランク以上だから確実にゴールドのウィスパーが出るわけでしょ。で、かつ、Z 以上であれば、レインボー演出の発動心じゃないわ。普通のこう、天使ウィスパーが出るということで、行きたいと思います。ホロライブキャラ確定。ホロライブコイン1枚目、おなしゃす。ありえないでウィスー。こちら S ランクのさくらみこはん。これなんか、あれ持ってたな。イベントマップで入手したやつかな、これ。普通に。一番最初のステージ1とかに出てきたやつ。ちょっとしょぼいぞ、大丈夫。できたらダブル S 以上欲しいかな、みたいな感じでございますけど。とりあえずで、金カップとか見ておきたいかな。もしくはレインボー。レインボー頼む。ケモン。金カップ。今一瞬天使ビスコが来るかな思ったけど。金カップということですけれども、ダブル S ランクのコロネスさん。このコロネさん持ってるかな、わし。あ、持ってた。ダブル S すげえと思ったけど、このコロネさん持ってるわ。ハートと感情の良いことで、これ、ログインで入手できるやつですよね。ということでですね、ホロライブコインつこたんだけれども、いずれも持っているキャラということでございました。ポキューン。はい、ということで、以上今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。